おはぴよー、どうもひなぴよとくまみこです。はい、今日もくまみこちゃんと2人で赤ずきんの狼やってきます。そしてあの森の奥についに来てしまったんですけど、お手伝いさんに会えそうなので、こう紆余曲折しながら行こうかなと。ね、生きてたんだね。死んでると思ってたよ、あのなんかボロボロっつうかゴミがいっぱい溜まってたから。そう、あ、あるわ。ある。ほう。どうも。あ、おお。ここで使うの。なるほど。え、あ、あ、いる。いるけど、なんで音、あ、おお、ここは？元は木こりの休憩所だったみたいだな。今は、ばあさんの物置ってところか。ばあさんって言わないって言ってなかった？ほらババアだったからさ。あ、ババアからばあさんになったそうそうそうなるほど。この辺は、あ、淡い光を放つ石のかけらがある。あ、この光ってまた発狂するか。いや大丈夫みたいだ。効果が切れてるのか。うん、薬の効果が。ちょっとセーブしよう。あ、うまいね。うん、そうそうそう。お手伝いさん、目の前で人が殺されて錯乱したんだろ。喋られたらまずいから連れてきただけだ。あ、え、ん、何、え、話しかけるしかない。反応がない。じっと座り込んでいる。傍らに何か落ちている。引き出しの鍵。あら、え、喋ってくれないの。え、生きてるよね。ね、生きてるよねちょっと戻れってことかい。引き出し多分お手伝いさんの部屋じゃない。うん、あ、びっくりしたこれでやることは終わったな。試作1号は、あー、てめえが持ってたか。こっちによこしてくれ。この薬を飲んだらステル君は消える。そりゃそのための薬だからな。預かった記憶がロゼッタに戻ることもないだろう。俺のことも忘れるから悲しんだりもしないだろうさ。うわー、究極の選択。マジか。え、ステル君、いやだ、渡したくない。渡したくないよね。渡す、もう最初は欲望のままに渡さない。おい、何してんだ。バイバイ。何して上がるバカ野郎。それがないとロゼッタが。お、落ち着、息が。どういうつもりだ犬耳、手を滑らせたとか言うなよ。ステル君はロゼッタちゃんをすごく大事にしている。見た目は同じなのに兄弟みたいに見える。だからどうした。守るのに必死で忘れてないかな。ロゼッタちゃんだって君のことが大事なんでしょ。それは当たり前だろ。俺以外の誰がロゼッタを守れる。そういうことじゃなくて、逆にステル君はどうしてロゼッタちゃんが大事なの。は、その体に君一人なら楽になったりはしないの。バカ言ってんじゃねえよ。たとえ自分の体があったとしてもロゼッタがいなきゃ意味ねえよ。そういう風に思ってるよ、ロゼッタちゃんもきっとだって君たち元は一人なんだから。にしてもだ、他の方法を探さねえと。うん、ごめんね。カミーユ、お前はバカなのか賢いのかわからんな。褒められてるのかけなされてるのかわかんないな。おお、正解か。正解かな、きっと。どういう、あー、ちょっと渡しちゃったパターンも見たい。見たい。
くそ、後で見ます。じゃあちょっとセーブ分けとこう。うん、これだね、こっち、うんうん、15が大事。15大事、15大事ね。なんか違うエンディングも見れる気がするわ、それだったら。うん、見たい。お手伝いさんが、でもよかったしてるから、うん、消えてほしくないもん。あ、日記帳。お、部屋の片付けが終わらない。物を溜め込みすぎた。明日はロゼッタちゃんが来るはずなのに、この部屋にはお招きできない。鍵をかけておこうか。それなら片付けで急ぐ必要もないので、アップルパイの仕込みをしようか。パイ生地をこしらえて寝かせておいて、あと明日の朝の下準備もしておこう。だいぶ気が楽になった。先延ばしにするのは良くない癖だと実家からの手紙にも書かれてたっけ。そういえばマリーさん宛てのあの手紙がここ最近来ない。なんだそれ。文中友達さん、体調でも崩されたのだろうか。あ、これって事件の前の日。最新の日記だろうな。え、え、文通、うん、文通手紙。おお、おお、すごい大事なんだね、ここの辺。お、読んでみよう。ウェーイ、なんだ大量に落ちやがって。手紙か。ページの切れ足。端的に言えば、一つの人格も持てない。え、一つの人格も持てないという障害である。え、別れた人格との会話や名前をつける行為は乖離をより進行させるため良くない。ああ、親愛なる M へ。マリー、マリーか。久々の手紙で驚いたよ。変わりないようで何よりだ。他でもない君からの依頼、もちろん引き受けよう。大切な、君の大切なお孫さん、ロゼッタちゃんのためでもあるけれど、この国の全ての子供たちのためにも調べる必要のあることだ。必ず真実にたどり着く。あの鉱石を見つけ出したようにね。 J より誰。バーサー宛ての手紙か。相手は探偵の類か。鉱石、うん、手紙がある。親愛なるマリーへ。結論から述べよう。君の読みは当たっていた。学園の生徒が行方不明になる事件が過去数年に何度も起こっている。それが表沙汰、それが表沙汰になっていないのは噛みまくりでは、それが表沙汰になっていないのは消えた子供が訳ありだったからだ。ほう、ほんの少し普通とは違う。今のロゼッタちゃんのようにただの人身売買じゃないと思う。もっと大きなものが後ろにいそうだ。もう少し、ん、もうしばらく潜伏してみる。体に気をつけて。 J より。え、行方不明に人身売買。急に気な臭くなったな。え、 M へ。手紙はすべて燃やしてくれ。あの学園と関わってはいけない。絶対に見つからないようにするから。君と出会えたことは決して後悔しない。 J より。え、あ、なんてこった、なんてこった。あ、びっくりした。ちょうどこの壁の前で野郎を仕留めたんだ。ある口がかかって、それがどうやっても落ちなかった。だからっておじいちゃんの肖像が使わなくても、うん、違和感のない組み合わせだろう。あ、それは確かに。いやー、ここだけだなと。怖いな。開けられるのだろうか。あれ、開くようになってる。何か引っかかってたのに。なんだと。え、これって察しの通り、あの野郎の血だ。だが死体がない。死んでなかったんだね。この出血量で1週間放置してなんで生きてんだ、クソが。落ち着いて。
今はロゼッタちゃんのことを最優先だよね。ああ、分かってるっての。はあ、古い新聞。1ヶ月前、村の共同墓地に置き去りにされていた赤毛で推定7歳前後の少女と見られる。自分の名前を喋れない、発達障害の傾向。発見した学園の引き取る申し出を。ああ、子供の写真が載っている。裁縫道具。まさかこれで傷口を縫ったとか。口頭無形でもなさそうだな。蓋に血がついてる。わお、マジかよ。金庫がある。ええ、わかりまぺん。わかんない、わかんない。いい、はい。4桁の数字か、うん、何か手がかりがないと無理だよね。そうだね、金庫。こっちも、あ、そうか。やろう。どこどこ。ノート光ってる。ノートどれ。これ。あ、しおり。ああ、0815。ロゼッタちゃんの 手作りかな。よくわかったな。ばあさんへの誕生日プレゼントだ。あら、0815だな、これ。そんな単純でいいの。0815。あ、やった、解除された。小さな10。おお、これって本物。偽物だったら金庫に入れないだろう。お、玉はこれか。確かここから詰めて。も、持ってくの。ばあさんの形見だ。ありがたく使わせてもらうさ。ベッドのそばにでも置いてたら帰り討ちにできたかもな。確かに。ごめんね、なんか遠回りしちゃった。いや全然。おぉ、0815。え、これでどうすんだ。まあ、予想としては、うん、お手伝いさんだよね。そうだね。びっくりした。え、し、わ、マジかよ。私は拳銃があるわ。そうだわ。誰かが家に入ってきた。戻ってきやがった。なんでだよ。あの人が犯人。あの面しっかり覚えてる。包丁で刺したやつに違いねえ。まあいい好都合だ。今度こそ確実に仕留めてやる。まあ音消えたよ。もうだったらさっきのなんか怖いやつ流れてた方がまだよかった。まだよかった。なんか怖いね。ね、余計に怖い。どこだろう、こっち。お手伝いさんの方。一応ちょっと安否確認。うん、あ、でもこっち音楽あるわ。大丈夫そうだな。大丈夫だ。お手伝いさん心配。心配だわ。何もできないから。うなだれてるから。あー、音ない。怖いね、ここ。怖いね。井戸が怖い。聞き耳をね。何も聞こえない。ここには大丈夫。一応ちょっと全部。全部聞き耳を立てる。お、あ、だってあれだもん、ね。そうだよね。え。いけるっきゃないね。うおお。え、なんで。何か笑っている。あいつ一体何してやがるんだ。わからない。案外今なら不意打ちも。こっち。あぶねー。え、女。え、お、あ、うん、お、お、普通に可愛い顔をしていた。うん、こわ。何がしたいんだか。あの人
ずっとつぶやいてた。先生の目がない、見つからない、探さなきゃって。え、先生の目、耳がいいね。ね、よかったね、オオカミで。うわ、真っ赤っかや。赤く濁ってる、サビの匂い。自分の血を洗ってたのか。人の家を汚しやがって、クソが。あら、お風呂入れないね。でも、いや、そっち行ったからな。そうだね。おお、びっくりした。どうやらあいつは2階に行ったようだな。先生の目が2階にあるってこと。あいつが持ってたものならあいつがいたところにあるだろう。なるほど。あの、さっきクローゼットか。うん。いや、怖。ふう。ここか。どうするの。このまま返すつもりはないが、帰り討ちに会うつもりもない。何かでおびき出してどこかの部屋に閉じ込める。その隙に先生の目とやらを手に入れれば、なんか何かとやりやすくなるかもな。なんだかステル君が怖いよ。まずはおびき出す道具だな。音の出るものとか、倉庫なら何かあるかな。倉庫、倉庫、違うわ、倉庫。うーん、倉庫、あの暗いとこって倉庫。ああ、はいはいはい、あそこ怖くてあんまり、うん、行きたくない、行きたくない。うっ、え、何、いろいろ光ってる。何今の。え、行くしかない。なんだったの今の。蓋が落ちてる。あ、ラジオ、ラジオ、あれ、このラジオ壊れちゃったんじゃなかったんだ。戦争絡みの放送を嫌ってしまい込んだってところか。なるほど。うーん、え、消えた。あー、びっくりした。これ嫌い。 J さんって何者だったんだろう。バッサが雇った探偵ってところじゃないのか。でも手紙を読んだ感じだと昔からの友達みたいだったね。出会えたことは後悔しないか。うん、でさっき光ってたのは何だったの。うん、あまりにも危険すぎるものを作ってしまった。この薬は表に出ている人格に作用する。あいつがおとなしく服用するとも思えない。明らかに失敗作だ。普通の人間なら精神が、え、ガリキン、わかんない、かわらかい、がっかい、がっかいする。わかんねえ。一応次の薬が完成するまでの保険として保管しておこう。ばあさん、お前の薬といい、とんでもないもうさらっと作るな。さらっとではないと思う。すごいのは間違いないけど。うん、うん、さらっと作るね。ね、まあラジオを手に入れたと。おびき寄せるんだね。そうね。はあ。ふう、はい。あ、今入るわけないだろ。え、どうすんの。こっち、あ、この部屋にラジオを設置する。え、何これ。を待機させる。ラジオ、ああ、うん、設置したからの、からの、え、どうするの。うーん、この部屋に、この部屋に紙を待機、わかんないんだけど。セーブしとけよかったな。え、なんで。一人の方が動きやすいからな。それともおとりにでもなれるのか。うん、自信ない。へえ、合ってんの、どうなの。ステル君、ステル君どうすんの。どうすんだろうね。一応セーブ分けとくか。え、どうすんの。え、違うよね。あ、あとラジオか。うん、おお、あ、怖い。ラジオ回収できんのか。スイッ
チ入れたらどうするんだろう。スイッチ入れて、うん、え、これここなんだっけ、このドアのとこって。ドアのとこ、クローゼット？クローゼットに入るのかな。いや、怖っ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 。よし。え、どうするの？これでしばらくは時間ができただろう。うん、え、ドアノブ外したっつったな。どうしたんだろう。ビーズ。まさかこれか。あ、なくなった。何？やべやべやべ。静かにドア壊してくれやがったな。これだよね。これ剣できるの。あ、ビーズ投げたらどうもなんないし、うん、銃撃つ初めてでも当たるもんなんだな。近づくなよ。あー、やべ、先生、目ありました。この子が持ってました。帰ったら私が元通りに直します。ごめんなさい先生、もう動けない。直せなくてごめんなさい。ごめんなさ。とーゲームオーバーなっちゃった。目持ってた。もう一度。うわ、ビーズ投げる？ビーズ投げるか。探し物は、あ、間違えた。探し物はこれか。ほらよ。ビーズを遠くに投げた。うん、あ、逃げなきゃダメだった？すいませんでした。もう一回もう一回。よし、これで。はい。あ、早い。どうしたらいいの？早くね。どうしたの？え？え、隣の部屋に逃げ込む？あ、うわ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 、え、あのさ、上なんだっけ？こっちの部屋の上。あ、え、マジ？いや、これ、え、これ？うん、クローゼットで、でも外勝手に出ちゃうから。クローゼット知ってる？え？え？あ、あ、あ、さっきと同じ。さっきというか、これは飛んだでしょ。そうだよね、そうだよね。さっき終わった。じゃあさ、避けるしかないよね。なんか今回は単独じゃない。ステル君、避けて。やったー。あ、え、待って、おい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 、なんかいろいろある。何、どっから手をつけようか。セーブできない。どっから。ちょ。そうだな。まさか一日に2回も落ちるとは。そうだよね。これ何？なんだこれは。ぬいぐるみ？あ、動くんじゃねえ。もしかして先生ってそれ？この固めの取れたぬいぐるみが？どうしてマリーさんを殺したの？私は先生に従うのみです。ぬいぐるみの言いなりで人殺し？笑えない冗談だな。言えよ。できません。許されていないのです。話が通じないなら死体と大差ないな。ステル君、てめえの頭ぶち抜いて埋めようが燃やそうが、てめえの言う先生とやらはてめえのことを四六時中見てて話しかけてくるのか？あ、てめえ以外の誰も知りようがないことも把握してるのか？
眠ってる間も話しかけてくるだろう。そのぬいぐるみは先生じゃない。頭の中に話しかけてくる声はてめえ自身の声を先生の声だとそう思い込んでいるだけ。本当にいるのは自分一人。捨てるになってる。本当だ、私と同じ。はあ、ロゼッタちゃん。どうしてほしい。他にいなかったんですね。私のことを救ってくれた先生はどこにもいなかった、うん、打ってください。今度は私を。従うままに多くの人を殺めてきました。許される命ではない。私はあなたを殺さない。あなたが誰かの手や自分で死ぬことも許さない。 あなたが殺した人のことを、あなたと先生を利用していた人のことを、真実を語って生きて償って。生きて償う。私もそうするから。おお、終わった。ね、悲しいけど、え、重い、深い。深い。待って、ステル君が認められて消えた？それとも交代したのか？ん？うん。二人は一人でなんだよ。なるほど。うんうん。面白かった。面白いね。うん、お、これでよしっと。ああ、帽子かぶっちゃった。なかなか来れなくてごめんね、父さん。それにしてもここ見晴らしいよね。母さんが戻ってきたら父さんが一番に気づくね。ロゼッタちゃん、久しぶりだね。元気？うん。花を摘んでたの？うん。おばあちゃんとお父さんのお墓に持っていくの。そっか。ねえロゼッタちゃん、ステル君はもう？いるよ、ちゃんといるよ。いるんだよ。そっか。ロゼッタ、俺の声がもうお前に聞こえなくなったって、いつだって一番近くにいる。お前がどんな生き方を選んでもここにいるぞ。エンディング7、赤ずきんの狼。あなたは真実にたどり着いた。終わった。おまけがあり。あ、おまけができてる。ちょっと見たいかも。へえ。終わった。感動ものね。え、いや、ちょっとおまけ見ようか、じゃあ。うん。おお。